さて始めましょうか。インベントリの中には絶縁テープ、リボン、金属製のおしゃぶり、フューズが1本だけ、これよくわからん、ボトルということで、ボトルのミニゲームがあったので、それをやりに行きます。これだ、入れ。あ、なんか一つだけ種類違うな。私はそこ入れ替えた覚えはないぞ。あ？え、それで開くの？私今何したんだろう。何もしてないのに勝手にミニゲームが終わってくれた。まあ、いいか。わあ、これって地下室？地下炉？恐怖の部屋としか思えない。なんかぶら下がってるね。なんだろう。そんなとこに三輪車あるね。ふーん。まあ、ボルトで固定されてたら三輪車の意味はないと。ここに何かある。暗くて何かわからない。ワイヤーの修繕が必要ね。これ。お、う、うん。本物の狼の顔じゃ、あ、頭じゃないことを祈るわ。そうね。本物だったら噛みつかれてるね。ヒューズ見っけ。これ何？ああ。これ何？僕の友達はこの可愛い生き物だ、K だ。生き物だけだ、うん。こいつらは話ができないからな。こいつ、これジェフリー？で、これ友達？友達の首刈ろうとしてる？話ができない。ミケちゃん、話できないんだって。話はできないけどね。いろいろと分かることはあるよ。今はとにかく眩しいけど眠たい。お目目を両足で隠してねんねしてるね。いびきかきながら。ふんぐんふんぐんじゃない。よし、オッケー。これ何？これ何？これ取れないの？電気なだけ。あ、また開いちゃった。これ何？動物の頭蓋骨。本当にゾッとする趣味ね。確かに。頭蓋骨にリボン。頭蓋骨にリボン。ミケちゃん落ちるよ。そこで頭かくな。ここの下も何かあるらしいが。ないな。これなんだろう。あの袋の中身を調べてみなくては。何かと体の震えを止めて、うん、なんとかか、なんとか体の震えを止めて鋭いものを見つけないと。やっほー。あ、赤ん坊がいる。君だね、金属製のおしゃぶりがいるのは。ちょっと待ってな、すぐ開けてやるから。うーん、コレクターアイテムだ。といったものの、何もないな。エンブレム？ライオンのエンブレム。ここは狼であってライオンは関係ない。ここも何もないだけどな。赤ちゃんがいる。
もしかしてこれ？これが鍵？嘘だろう。で、またこのミニゲーム。これをここに出したいのね。動くのはこうしか動かないの。あ、OK。カットシーン。これはジェフリーなのかな。あれは子供の頃のジェフリーよ。あれがジェフリーが激怒している理由。一番最初に出てきたおばさんはどうした？確かエセルって名前だったよな。あれ母親だろう？息子が、ジェフリーのことを息子がって言ってたんだから。ということは、母親から虐待されてたんだ。うん。はい。何かくれた。あんたハンマー持ってただけ？パーン、うん、翼のついた目。ハンマー、とりあえず何かハンマー持たせると何か叩き割ってみたくなる。ここら辺あたりとか、うん、そうじゃないだろうな。ロードが長いので地図で移動。ここだね。これを壊せってことだろう。OK。壊れろ。おー、ヒューズだ。ナイフだ。ボルトだ。あ、ボルト。ボルト。ナイフだ。まあ、いっか。予想では多分ここから物探しが出てくる。物探し、やっぱりゴミか。ゴミでも嫌だよ。ゴミをどうして吊るしてたんだよ。わお、シルエットか。あでも今日も喉の調子がね、一生治ることはなさそうな気がしますけどね。トランプ。ラッパ、あ、フラミンゴ。ラッパ。仮面。それ以外は、メガネ。これ負けて。おお、アライグマの帽子。羽、手洗、グラス、グラス、グラス、違う。おお、あった。ん？なんかのコントローラーのような。コントローラーのようで、コントローラーじゃないかもしれない。シルエットだけじゃわからんよ。カメラ？あ、何だったのかわからん。鍵。
鍵欲しいよ。鍵欲しいよ。脱出ゲーム系だけど、なんとなくロケーション開くために鍵が必要。あ、あった。ゴミの中に鍵見つけ。オッケー。飛ぶぞー。の鍵だよな。よし。ダグ？ダグ？それともダグじゃない？あれ？誰もいない。青。テリー？テリーって誰？気の毒な男性は中に閉じ込められているし、ジェフリーは私たちの隣の部屋にいる。おう、ほう。傘。ヒューズ？ゲーム機？そんな、ゲームとかやってる場合でいいの？ナイトスタンドに乾いたペンキがべったりついている。除光液。あら。焦ったって前には進まない。鍵は見つからない。開ける方法がない。これでは、あ、これだった。はい、開いた。鏡。ん？これは何？エンブレムのようなものがなくなっている。ライオンのエンブレム。違うんだね。特別他に何もないところだったな。仕方ない、ゲームでもしてくるか。ゲーム、あれ、ゲーム、おお、あ、これだ。これもまたどうしましょう。順番を終える。どっちがどっち、
遠回りしてしまったらなんとかやり上げましたな。うん、動物の頭蓋骨。あ、そう。動物の頭蓋骨は、あれ。これで、はい、なんか開いた。なんでしょう。シンナー。うん。いきます。あ、そう。はい、ここで、あ、ここ違う。これでシンナーで落としたら、開くようになる。香水、ハサミ、注射器。注射器、ハサミ。ハサミだよね。おう、反応が悪かっただけか。香水、化粧品、ブラシ、マグカップ。で、木のエンブレム。木のエンブレム。あ、これだね。はい。レンチがなんでそんなとこに入ってんの？うん。ということは、またさっきの地下に戻る。地下。階段？地下。地下室。地下牢。喉が渇きますね。レンチで三輪車を解放して、ワンペンチ。ジャッキか何か？クランプ。あ、失礼。クランプは、この中も何もなかったっけ？何もないね。地図で移動。クランプでドアをこじ開ける。かな？よいしょ。テリー。はじめまして。こんにちは。Wow, you're brave. My name's Terry.Looking for my sister Pam. Have you seen her? Pam, 知ってるよ。お店にいるよ。We should get out of here. That lunatic could break free at any moment. By the way, I found this in the bathroom. Maybe you can use it. はい、ありがとう。あ、ヒューズだ。ありがとう。これで行くところが増えます。さて、ヒューズが揃ったので、ここはあった。コレクターアイテムしっかり見つけていくぞ。うん、飛びます。ここに行きたい。ヒューズ、ミニゲームだ、ミニゲームだ。あれ、ミケちゃんがいなくなった。トイレかな。I can't thank you enough for taking care of my sister. We really owe you one. あ、どう、それはどういたしの、どういたしまして。それより、こっちの弟がいないんですけど。I managed to escape, but Kirk is still out there. Maybe we could try to get some help at the gas station.
カーク、カークというのがパブのボーイフレンドでしょうか。ミケちゃん、お帰りなさい。どうぞ、前を横切るなら横切ってください。どうぞ。うん、はいはい。うん。ガソリンスタンドで助けを得られ、助けを得られているかもしれない。うん。ダーグーはどこに行ったんでしょうね。幼稚園か。幼稚園に入る。はい。ヒューズ。揃いました。はい。こういう場合は全部消すと思うんだよな。つけなきゃいけないんだよね、多分ね。これはこうか。うん、ついた。よくわからんかったけど、ついた。お、で、幼稚園の中に入れまーす。あらま、また気持ちの悪いノームが3匹。それぞれ手とかが抜けてるようにあるんだけど、うん、こんなもんに出迎えられても嬉しくないな。子供たちも周りいるし、周り張ってるし、なんじゃこりゃ。ペンチで抜きまして、お、何か取れた。ソフトウェアの CD。 砂場って子供たちが宝物を隠すのに最適な場所なのね。うん。あ、コレクターアイテム。あ、ネズミさんがいるということは、うん、いやー、廃れた幼稚園。うん、あー、鏡で覗いてみるとか。おお、私の手は入らない。何かで引っ掛けて取るか。ここしかもうないんだよ。え？ロケーション、開くロケーションがどこかにある。あった。幼稚園の中か。ダグ、あー、ジェフリー、今、ジェフリー、2階にいたんじゃなかった。どうしてそこにいるの。なんか瞬間移動してるよね、たまにジェフリーが。おう、この形はなーに、芋虫。お、ジェフリー、ジェフリーが子供の頃に使っていたのかしら。ジェフリーにも子供の頃があったのね。一人だけのけものにされる子ってどこでもいるけど、ジェフリーはそういう子供だったよね。
まあ、なんとなくわかるな。いじめはいけないけどね。ちょっとジェフリーに関しては近寄らない方がいいっていうのもね、あるからな。一概になんとも言えないね。で、そういう子供が現実的にいるとは思いたくないけどね。近づいたらナイフで刺されましたとか、エセル、お前じゃ。君は母親としてジェフリーを何か誤解してるんじゃないかな。思考といい、かなり危険な子供だよ。ハエも殺さないって。なんかすごい殴られた記憶があるんだけど。一番おかしいのはこのエセルおばさんかもしれないね。エセルって名前だったかどうかよく覚えてないけど。ジェフリーの母親だな。このおばさんが一番怪しい。そういうことだろうな。この列車が運んでいる貨物は何だろう。ネジ巻きはどこ？大きい？ネジ巻きが必要。お、ティディベアだ。お？お？お？そうだよね。それぞれのベッドにペアの印がついているみたい。ああ、いた。少なくともこれがまだ動くっていうことは分かったわ。ダイビングフィン、砂もいらない。あのプールにだけ泳ぎたくないよ。悪魔の声が聞こえなくなるように僕は毎日一人で塗り絵をして遊んでいる。それで聞こえなくなるものなの？保護する者がいないからこの城は門を固く閉ざしている。兵隊さんがいる。兵隊さんじゃなくてもしかして、んだね、グリフィン、グリフォンか。騎士が持っていたはずの武器がない。あ、いい、これエンブレム、お人形さん。扱えるのはここしかないのか。これを割るための道具。さっきのハンマーどっか捨ててきた。しゃあないな。また叩き割る道具がいるぞ。ワイヤー、銅線。じゃあとりあえずコレクターアイテムを探して今日はこの辺りにして終わるかな。これだろう。あ、違う。あ、これあったなんか今日はよくわからんままにミニゲームが終わっている。ダメだダメだ。なんかしっかりとちゃんと自分で答えを導き出すぐらいな
簡単なミニゲームがいいな。それではまた。